ジョージ・マーサー・ドーソンジョージ・マーサー・ドーソンはカナダの科学者で探検家である。ドーソンはノバスコシア州ピクトーでジョン・ウィリアム・ドーソン教の子として生まれた。彼は11歳まで背骨の結核に侵されたため、彼の背中は曲がり、また成長が止まっている。しかし、彼の肉体的な制約は、彼がカナダ最高の科学者になる妨げとはならなかった。彼の父及び家庭教師は、 彼が病気からゆっくりと回復する間に彼の教育に必要なものを与えた。彼はその後、モントリオール高校、マックギル大学に進学、さらに1869年にはロンドンに移って王立高山学校で地質学、古生物学を学び、3年後には同期中の主席で卒業した。ドーソンは1890年にクイーンズ大学で 1891年にマックギル大学で LLD を授与されている。ドーソンは1872年から1876年にかけて国境調査隊とともに西カナダの広範囲にわたる探検を行った。その結果作成された387ページにわたるリポートはジオロジーリソーシズ・オブザ・リージョニー・ザ・ビシナティ・オブザイ・ヨンジュー・クース。 パラレルフロムザ・レイク・オブ・ザ・ウッズ・ツー・ザ、ロッキー・マウンテンズ、ウィズ・リス・ツ・オブ・プランツ・アンド・アニマルズ・コレクテッド、アンド・ノーツ、オン・ザ・フォッシルズ・フロム・ザ・キラディア、バッド・ランズ・カレントリー・パート・オブ・グラス・ランズ・ナショナル・パークから、ロッキー・山脈までの北緯49度近辺における、地域の地質、植物と動物の収集リスト、および現在のグラス・ランド国立公園の一部である。 キラディアバッドランズから発掘された化石に関するノートと呼ばれている。このリポートは同ンを尊敬する科学者によって出版された。また、1883年から1884年の間には、カナダ政府に依頼されて主要棒及び峠、主要な川を地図化するためにカナディアンロッキーの探検を行った。カナディアンロッキーの多くの峰のうち、 アシニボインさんやテンプルさんなどのいくつかの峰は彼によって発見されている。彼が探検の結果として1886年に作成した地図はカナディアンロッキーの内アメリカ国境からレッドディアーダに及びキッキングホース峠までカバーしている。1887年、彼は現在のユコン巡州にあたる地域へと探検を広げ、後に別の領域となる この地域の最初の地図を作成した。彼のレポートは10年後にクロンダイクゴールドラッシュが起きてこの地域が一般に注目された際に再発行された。ユー有根純州ドーソンシティの地名は彼にちなんで名付けられた。ブリティッシュコロンビア州のドーソンクリークもまた彼の功績にちなんでいる。ドーソンは1875年にカナダ地質調査所のメンバーとなり、1883年には 副理事に、最終的には1895年に理事となった。1891年王立協会フェロー選出。1897年には、ノースウェスト準州からアラスカに至る地域の探検の功績に対して、王立地理学会から金メダルを贈られた。1901年、同村は、ある日激しい機関支援に襲われ、オタワで突然に死亡した。 彼は家族によって、モントリオールのマウントロイヤル墓地で埋葬された。ありがとうございます。